言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。今回はJO1 BE:FIRST というね、もう日本での大きい超ビッグなボーイズグループ2つありますけども、その2つのグループと、まあ、言ってみれば自力で共演をつかみに行った男の話ですよ。サムネイルでつかみっていうのがね、カタカナになってると思うんですけど、これグランパンパース、これ誤字してる、誤字脱字してるじゃん、脱字じゃないか、誤字してるって思われるかもしれませんがね、これわざとです。つかみをカタカナにしたのはね、まあ理由がございまして、あとまあちょっとサムネイルを入れられなかったけどね、つかみに進んでいったみたいな感じで、タイトルには書いてありますが、進むっていうね、こと。これはJO1 がね、デビューをした日プ1のね、表題曲といいますか、つかめっていう楽曲があってね、そこのつかめがカタカナだったんで、つかみにしたこと。タイトルの進みに行ったの進みは、怖くても進めっていうね、ザ・ファーストの、まあテーマ曲 To the First の中でね、怖くても進めっていうね、スカイハイが歌ってるんで、そこから来ました。はい、っていうことで、まあここまで言ったらお分かりかもしれませんが、小沢直樹くんです。ここまで言ったらっていうか、もう画像多分ここにありますしね、サムネイルにもあるんで、いやなんか感慨深いなと思いました。私はもともと国プと言いますか、どっちかというと INI の方の日プ2の方の国プがリアルタイムで、JO1 の方はね、後追いで見た感じで、もちろんその INI のやつが始まる前に、日プ2が始まる前に、日プ1見終わって、当時、レミノじゃなくてギャオだったと思うんですけど、直前で、あれなんですよ、日プ1見れたんですよね。なんかね、別の形で見たかもしれないですけど、なんかとりあえず見れたんですよ。そう。で、見ましたよね。うん、ハマりましたよね。そっからなんていうか、オルビットにも興味を持って、オルビットと JO1 を捨てる時期もっていうのもありましたが、まあそういう流れっすよ。まあ実際のとこオルビット、JO1 ね。まあどっちかというとオルビットメインではあったけど、当時。まあ今も聞いてはいますが、まあ JO1 がすごく今いいなと思っているところでもありつつで、まあ、それで小沢直樹くんね、29位で確か脱落という形、確かモデルプレスさんの記事でもあったんで、それでもちょっと、答え合わせしていただければと思いますけど。で、まあそれで脱落して歌が上手いし、なんかすごくホワホワしてて、なんか可愛らしいなという感じで思ってて、分量もまあまああったような記憶もあるけど、まあそこまで多くはなかったんだったかな。まあそんな形で、で、それで、まあ時が流れて、まあ、ザ・ファースト始まりまして、まあ、私もザ・ファーストは最初期から見ていますし、むしろなんかこうね、ザスト村っていう言い方を結構ベスティ、BE:FIRST ファンのベスティがするので、まあ村の本当に、どっちかにもう入植者で、こうね、畑を、最初入植して畑を耕していたぐらいな感じの時からいるつもりですよ。うん。で、そんな感じの時に、まあ、小沢直樹っていう名前、これはもうね、日プ見てた人間としてはもう当然知ってますから、あ、小沢くんいるじゃんっていう風に思って、がぜん興味を持ちました。ザ・ファーストで言うと、もう一人ね、最後の20人に残った子がいるわけですけど、名前も多分ザストミンの方なら知ってると思うんだけど、ちょっと今もそのプロとしてというか何か目指していらっしゃるかどうかちょっとわかんないので、もしかしたら違ったらあれなんで名前は出しませんけど、まあ、ザ・ファーストを見ればわかるんですけど、うん。まあ、とにかく、まあ、その子もいたのも含めて、お、この子もいるのかいって思って、で、その、小沢直樹くんの名前は、その、確かザ・ファーストの一番最初のところ、名前は出てこなくて、30人残るところで通過したところで、小沢直樹ってやって、ね、おおって思ったっすね。中西直樹くんもいたけどね。そう。だから、そういう形なんですよね。で、私もそのオーディション番組が結構好きで、例えば今でもね、見てるオーディション番組もあって、見てたけど最後だけ動画にしたニジプロ2とかもありますけど、なんていうか、まあ、動画にするしないっていうのは結局自分のその趣味とかだったりとかそういうのにも関わってくるとこがあって、ザ・ファーストも最初はどうしようかなって思ってたんですけど、まあ、小沢直樹くんとかね、いるんだったらちょっとニジプ、まあ、国プでもあるしと、うん、当時のね、これはもうね、動画にもしようと思って、うん、そういう感じでしたよ。で、小沢直樹くんを最初やっぱ押してました。確か動画でもね、
ザストミンっていうか、まあザファーストの時の動画で言ってるはずなんですよ。うん、確か。その後、ソータくんとかね、ソータくんの前、ルイくん、タイケくん、ルイくん、みたいなところで言ったっすけどね。うん。年下組好きだな、俺。まあ、ソータくんは年下組じゃないけど。あ、まあでも、そんなことでね、いたわけですけども、まあ、最初の方、第二次審査かな。ダンス審査、歌唱審査とかでね、まあ、ジュノンくんの雪の花とかのやつもあるわけだけど、当時やっぱりもちろん BE:FIRST っていうか THEFIRST の、まあ、メンバー知名度はまあ有名な人たちはもちろんいるけど、ソータくんとかね、まあ、リョウキくんもそうだけど、ただまあダンス&ボーカルとかそっちの方で言うと有名ってわけではないから、そんなにこう再生数が回っていたわけじゃないんですよね、当時のやつが。うん、今で言うと考えられないけど、でもやっぱり小沢直樹っていう名前のところは再生数が結構上がってて、あ、小沢くんすげえなと思ったりしてたんですよ。うん、まあやはりね、日プのそういう形の知名度といいますか、その辺があったわけで、そう、まあだからザ・ファーストにがっつりハマって、で何でしょうね、 BE:FIRST のがっつりファンベスティ結構ゴリゴリのベスティになりまして、まあ、動画でも BE:FIRST がメインで語らせてもらう形になりましたけど、その流れ作ってくれたのは小沢直樹くんだと言えなくもないというか、まあ、つまり小沢くんが出るんならばって思って、そのオーディション番組数ある中で動画にさせてもらおうかなっていう、まあこれも勝手に自分でやってるだけですけど、そういうふうに思ったところがあったんで、小沢くんいなかったら多分今の私もないなというか、今の私もないなって別に BE:FIRST のファンになったかどうかぐらいな形ではあるんですけど、ただ結構重要ですよね。だから今の自分のその生活からして、BE:FIRST があるとないで考えたら、BE:FIRST がない状態の生活をもう考えられないんですよね。だから、まあ、結局そこに至るまでの部分って小沢直樹くんだったわけですよ。本当に取っかかりは。だから本当に、なんか勝手に感謝をしているというか、勝手に感謝をしているっていうからってわけじゃないんですけど、直樹くんのライブもね、2回見に行きましたし、まあその1回目の、クラブエイジアかな。そこは、まあ、ボーイズグループとか中心のね、ところで、メゾンビーもいたんですよ。日プ2の出身の子たちで、ケンザさんが、ね、プロデュースしてる、はい、メゾンビーですけど、最近動画にできてないんですけど、聞いてはいてね、応援はしてます。はい。で、その後、俊介くんね、ザ・ファースト参加した俊介くんとの一緒のライブみたいなのがあって、まあ、直樹くんそこにいたんで、まあ、やはりこう、見に行ったわけですよね。で、本当に MC とかも、ほわほわしていて、可愛らしい感じでございまして、くまちゃんみたいな、ね、うん、くまちゃん。うん、で、まあ、それで、はい、戻します。それで、まあ、でも歌うとやっぱり、お、うまいなって当たり前だけど思ったりなんかしてね。うん、で、その後もいろいろ、ね、ショッピングモールとかでもそうだし、いろんなところでライブとかして、ライジングプロダクションの今の所属プロダクションの先輩とかと一緒にライブとかしていたりとかしててね、うん、で三浦大知さんとかのライブ見に行ったみたいな感じの、そういうポストとかも上がってたりとかして頑張ってるなって思ってて、でその流れで、まあ、要するに JO1 と BE:FIRST とTBS のね、年越しのやつ、カウントダウン TV ライブライブの年越しのやつ、そこで共演ということで、掴み取ったわけですよ。掴めでね。うん。TBS のカウントダウン TV ライブライブのとこに来るまで随分かかりましたね。自分でびっくりしたわ。うん。でもまあ、なんかやっぱりね、特別な気持ちありますわ、彼にはね。だから、やっぱり、しかも、自力、まあ、ライジングプロダクションの事務所の力はあると思うけど、それでも自力で、JO1、BE:FIRST と、まあ、同じ番組に、しかも地上波ですよ。ね、地上波の同じ番組に出るっていう形ができましたから、これはすごいことですよね。うん。なんかこう、感慨深いっていうか、感慨深い以外の感情も出てくるような、うん、ですね。まあだから、何かしらね、どのぐらいの出演時間になるかっていうのも分かんないし、BE:FIRST も竜兵くんいるんでね、深夜の時間って難しいと思うので、あれどうなんですかね、収録なのかな、収録なんじゃないですかね、みたいな感じのコメントでいただいたんですけども、深夜帯じゃなくてね、早朝だと、実は、大丈夫らしいんですよね。去年のカウントダウン TV ライブライブも、
なんかその14歳15歳ぐらいの子たちが早朝の時間帯に歌ってたみたいな、5時までやってますからね、翌朝1月1日の5時までやってますから、朝の4時半とかなら行けるみたいな話も聞いたというか、実際やってたみたいな。まあでもあれかな、そこまで待って歌わせるとかもあれかな、ちょっと酷かな、酷ですよね。まあでも BMSG は確か年末年始はちゃんとね休ませるというか、そんなの言ってたようなことあるんで、1月1日2日3日ぐらい休んでもらえればそれは OK かなとか、まあでも分かんないですね。ね、まあ、ちょっと収録の可能性もあるけれども、まあ、JO1 と BE:FIRST と小澤直樹くんが同じ番組っていうかね、そこに出るというか、マーゼルもそうね、そうランくんいるからね、うん、まあ、ちょっとマーゼルに関してはサムネイルに収められなかったんで、多分サムネイルにはできてませんけどもですね。まあこの後だから小澤くんもね、オーブとかね、オルビットとか、まあ、日プワン出身者で合成されたところで、その辺とも絡みができるといいのかなってちょっと思ってますけどね。まあね、小澤くんって誰と仲良かったっけな、あれっすよね、出身がやはりこの同じ九州だからってんで、ザ・ファーストで言うとマナト君とかね、あの辺ですけどもね、うん、まあでもまあ本当にいろいろとやってきてここまで来たんだなって思いますよね。はい、まあ、ちょっと今度またライブとかぜひ見に行きたいなと思ってますけどね。いやー、よかったっすよ本当に。ということでね、まあ、ちょっと自力で JO1 と BE:FIRST と共演を使い取りに行った小澤直樹という男について語らせてもらいました。はい、陰ながらですが応援もしております。はい、まあ、今日たまたまあれですから、BE:FIRST のアリーナツアー行くんで、まあ、そこに行くまでにね、ちょっと直樹くんの曲とか俊介くんの曲とかね、あとメゾンビーの曲とか聞きながら行こうかと思ってますんでね。はい、BE:FIRST の曲はその現地で聞くんで、まあ、本当に良かったなと思ってます。はい、頑張ってくださいこれからも。はい、では私はいろんな動画を撮ってますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めします。では失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。